瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の。ママ、学校行ってくるね。はい、行ってらっしゃい、つぼみ。ママ、二日酔いで死んでる。お仕事だから仕方ないけど、あんまり飲みすぎちゃダメだよ。こんにちは、花咲つぼみです。最近は平和な毎日を過ごしています。ただ、そんな平凡な毎日に、一つだけ変化があります。それは、あ、霧ヶ谷くん、おはよう。つぼみちゃん、おはよう。そう、霧ヶ谷くんと付き合い始めました。そろそろ小暮さんや学校のみんなにも伝えた方がいいよね。そうだね、でもなんかちょっと恥ずかしいね。実は私たちが付き合ったことをまだ誰にも報告してません。つぼみちゃん、待って。彼女なんだから別に手つないでもいいでしょ。うん、別にいいけど、でも霧ヶ谷くん、校門の前までにしない？ほら、まだみんなにも報告してないし。それもそうだね、じゃあ校門の前までにしよう。私手汗とか書いてないかな、大丈夫かな。はい、それじゃあここまでだね。それじゃあ今日のお昼休みみんなに報告だね。うん、そうしよう。いいないいな、わしも高校生に戻りたい。今日はみんなに報告があります。実は僕たち付き合ってます。おめでとう。やっとかよ、むしろ遅すぎなくらいよ。つぼみちゃん、おめでとう、よかったね。ちょっと、なんでみんなもっと驚いてくれないの？私たちからしたらビッグニュースだよ。本当だね、まるでみんな分かっていたかのような口ぶりだし。何この天然カップル、ちょっとムカついてきた。でもさ、花咲と霧ヶ谷って仕事でも一緒だろ。あんまりずっと一緒にいすぎると新鮮味なくなっちまうぜ。霧ヶ谷くん、やっぱりあんまり一緒にいない方が。大丈夫だよ、僕がつぼみちゃんに飽きることなんてないよ。あらやだ、青春だわ。私もあと1年若かったらよかったのに。え、誰？今1年じゃ足んねえだろ、このババアって言った人誰？じゃあ次はいよいよ小暮さんだね。どんな反応するのかな。小暮さん、報告しなくてもいいかもしれないんですが、少し話しておきたいことがあって。実は私たち。お、何何、もしかしてやっと付き合った？へっへん、わざと台風の日に2人で撮影に行かしてよかった。え、それどういうことですか？もしかして小暮さん、あの日台風が来るって知ってたんですか？いやー、あまりにも二人がじれったいからさ、俺が助け舟を出してあげたんだよ。いやでも二人っきりになったらそういう話になるかなと思って。でも二人ともスタジオ内であんまりイチャイチャするのはやめてくれよ。一応俺がいるっていうことは忘れないようにな。その口ぶり、もしかして小暮さん、あの時のこと見てたんですか？さあな、何のことかな。とりあえず二人ともおめでとう。これからも撮影に編集頑張ってくれよ。ちょっと小暮さん、ごまかさないでください。本当に見てたんですか？もうダメ、私お嫁に行けない。小暮さんはどうやら私たちの恋のキューピッドだったみたいです。ああ、まさか小暮さんに仕組まれてたなんて。でもきっと小暮さんなりの気遣いだったんだろうな。関さんとはタイプが違うけど、小暮さんもすっごくいい社長さんだ。事務所に置いとく飲み物はと。いた、あれ花咲さんじゃない？ちょうどよかった、今一人みたいだね。ありがとうございました。ねえ待ちな、あんた花咲つぼみ、ちょっと話したいことあるんだけど。うちの学校の生徒？はい、何ですか？私に何か用ですか？あんたさ、霧ヶ谷くんと付き合ってるって本当？困るんだよね、あんたみたいなチンチクリンが霧ヶ谷くんと付き合うの。どう考えても釣り合ってなさすぎ。早く別れて。
どうせあれでしょ、あんた有名な YouTuber だからって桐ヶ谷くんを編集者に雇って無理やり付き合ってもらってるんでしょ。桐ヶ谷くんは仕事がクビにならないように仕方なくあんたと付き合ってあげてんのよ。もしかして本当に付き合えたと思ってる？バーカ、頭悪いんだよ。この人たち桐ヶ谷くんのファンなんだ。まあ桐ヶ谷くんかっこいいからファンみたいな人たくさんいるって聞いたけど本当だったんだ。正直すっごくムカつくけど今は何も言わないでおこう。ご想像にお任せします。それじゃあ。は？何あいつムカつく。待ちな、あんたにさとっておきのコーラあげるよ。ほら YouTuber ってさコーラ振って飲むの好きなんでしょ。あなたたち何する気？やめて。ほら花咲さん全部飲みなよ。うわーよく振ったからめちゃくちゃ出る。ほらあんたのためによく振ったやつ1本置いといたから自分の顔にかけてみな。さすがにここまでされたら私だって。いった、何すんのよ。あんたたちさ4対1はちょっとダサすぎじゃない？セミカちゃん。は？セミカ、あんただって桐ヶ谷くんのこと好きだったでしょ。もしかして花咲さんに媚び売って桐ヶ谷くんに近づこうとしてんの？あんたみたいな脳筋バカじゃ絶対無理よ。私だって桐ヶ谷さん取られたのはすっごく悔しいよ。でもこの人呆れるくらい私たちより強いんだよ。少なくとも私は花咲さんのこと認めてる。あんたたちが束になっても花咲さんには絶対勝てないよ。言っとくけどそれって力って意味じゃないからね。セミカちゃんありがとう。てかさ花咲さんだって桐ヶ谷さんのこと好きなんでしょ？彼氏なんでしょ？だったら自分の気持ちの強さもちゃんと伝えてよ。わっ、私だってもちろん桐ヶ谷くんのこと好きだよ。嘘くさ、あんたより私たちの方が好きに決まってんじゃん。そうよ、あんたは仕事のついででしょ。もう違う違う、私は桐ヶ谷くんのことが大大大大大好きなの。だからあなたたちにも好きっていう気持ちは負けないし誰にも取られたくありません。私は正真正銘桐ヶ谷くんの彼女です。何か文句でも？分かったわよ、今日のところは勘弁しといてあげる。どうせそのうち別れるでしょ。花咲さんやる。もうこういうの恥ずかしいよ。どうしよう、途中から本当は助けようと思ったんだけどすっごく嬉しい。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。